そういうことで、プロに入って、まあ、稲葉が後輩だよね。後輩の渋谷ために行く、屈辱的じゃない。いや、そんなことないですよ、もう仕事ですから、試合出れれば。稲葉っていう、まあ、今、全日本の監督やってるけど、稲葉入ってきました。稲葉入ってました。まあ、第一印象どう？ちょっとまずいの来たな。ドラマ実力的に。ただ外野は、でもそれがショートとかだったらもう出れないじゃん。でも外野は稲葉が一人よくても他でショートできるから。まあ外国人とか飯田さんとか他で勝負で勝てば試合出れるんで、ちょっとこいつ厳しいなと思ったけど他でちょっと頑張る。まあまあもちろん自分が頑張れば。付き合いがあったの？稲葉は全然もうなんか可愛かった。可愛かったで、僕ね、その後輩も可愛がるって発想があんまないですよ、ね。可愛がられた。いや、後輩は僕可愛がるんじゃなくて自分が楽しいから連れて歩いてるんですよ。一緒に飲み行こうとか。だからあいつの面倒見たとかっていう先輩をよくわかんないです。ちょっと上からじゃないですか。いやいや、ちょっと待って。いやいやちょっと、ショーペシンでいいっすか？あのさ、一緒に飲みに行ったりはしなかった。稲葉は酒飲まないんですよ。でも、飯はよく行きました、終わった後。へぇー、何か分かってる。面白い。面白いから真面目だよね。でも、ツッコミはないですよ。そうなんです。だから、ボケたらバーンって入って、ツッコミはないですよ。へぇー、稲葉は面白いですよ。ほんと、好青年。好青年だよ。好青年。真面目だしな。真面目だし。全日本監督を受けたよね。どう思う？まあ、例えばさ、真中は監督経験されたの？僕はやっぱ大変だと思いますけど、あのね、全く監督やってないので思い切ってできたかもしれないです。怖さはまだ知らないから。でも俺は絶対経験がいるポジションだと思う。まあまあそうですね、はい、そこだけは。そうですね、コーチは別問題として、はいはい、全て決定していかなきゃいけないわけだ。いや怖いっす。怖いだろ。怖いっす。まして今度東京オリンピックでしょ。で一番注目されるとこじゃないですか。そうだよ。まあまあ話があってね、引き受けないことはないと思うんですけど、でもそれぐらいのこう大変な仕事なので、経験があればあるほどちょっとひるむ。ましてや絶対負けれないから。はい、絶対負けれないですから、ひるむポストやってます。でも勝負はある。でもやっぱり2000本打ってあそこまでやった選手ですから、勝負はもちろんあるよ。まあ、やっぱ注目してる人いるよ。稲葉がどういう人柄なのか、本当に放送されてるああいう人柄、あのままです。あのままあのままだよな、まま。いや俺も認めるよ、稲葉あのまま。一郎が言ったじゃないですか、なんか2000本とか名球会に入る人ってやっぱり自分のポリシーとかってちょっとこうある意味自分中心な考え方の人多いじゃないですか。周りのことよりも自分優先みたいな。ストイックなんだよね、はい、自分に対して。そうだけど、稲葉ほど周りに気を使いながら2000本打った選手はいないんじゃないかって一郎が言ってたじゃないですか。稲葉さんみたいな人が2000本打つことってないんじゃないか。それぐらい周りのことに気配りができる人です。